混戦模様となっている1年納めの本場所最終盤8日目です。この後は幕の内後半の取り組みでありますけれども、その前に横綱3人の横綱の土俵入りです。西方より横綱切りダンサー土俵入りであります。横綱切りダンサー露払いエイトプリンス太刀持ちカスカビアン、行事は海坊主であります。では皆さんタイムライン上によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょがなら、まだまだ横綱続けますですが、追い込まれた桐ダンサー4勝3敗です。今日負けると千秋楽土俵に上がることはできません。桐ダンサー休場となってしまいます。横綱同士の大一番、白石島との取り組みです。代わって東方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島、露払い湘南トカゲ、太刀持ちヨットマル、行事は海坊主であります。では皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、ご覧のどっこいしょなら、まだ優勝は諦めてませんからね。5勝2敗追いかける白石島、今日は桐ダンサーとの取り組みです。東方より横綱清水館土俵入りであります。横綱ん清水館いきますよ、皆さんよいしょの掛け声お願いします。せーの、よいしょよいしょ、ご覧のどっこいしょぐらの、まだまだいきますよ、パカーゼー。大輔さん、声が急に途切れました。声が遅れて聞こえてくるよ。マイクどうでしょうか。大輔さんのマイクロフォン急にあ、行ってますでしょうか。行ってますね、来ました、そっち行ってますね、来ましたか、はい、これ大丈夫ですか。モニターの方ですね。大丈夫ですか、大輔さんのマイク。もうあとはもう海坊主の一人相撲ですか、はい、モニターの方のマイクのが来ていないんだと思います。はい、失礼いたしました。大丈夫ですか、そのまま少しお待ちください何が原因なんでしょうね。たまにね、こうやってね、調子悪くなっちゃう機会もね、まあ、年末に向けてお休みモードになっちゃってるのかな、きっと。私の声は言ってますね。はい、言ってるかとは思うんですけれども、言ってるはずなんですけれども、私の声は言ってますでしょうか、モニターが来てないんですよどうなんでしょうね、モニター、私のイヤホン上で今来てないだけだと思うんですけれども、どうでしょうかでも私の声は言ってるんですか。言ってます言ってます、はい。ただ私のマイクの声だけが今そういうことありえるんですか言ってないような気が。それモニターがどうのっていう話になってくるんですか、どうなんですかどういうことなんでしょうかね、どういうことなんですかね、はい、またね、
かって都合いいのか悪いのか分かんないですけども、あ、大丈夫ですね、一応放送では載ってますね、放送は大丈夫ですね、はい、はい、ではタイムライン上ありがとうございます。焼きみりもさん、誰が優勝って元気で明るい人がいいなってことですパレードさんの占いだありがとうございます、パレードさんの占いを信じてくれてる、はい、というわけで、あ、戻りました、はい、戻りました、はい、すべてが戻りました、大変失礼いたしました。では幕の内後半の取り組みが始まりますが、館内もこのようににぎわっております。ね、はい、大混戦という、そうですね、歌ってるんですかこの人は、大混戦歌ってるんですね、マイク持ってるみたいですね、あなたは私の大混戦、これだから観客席にね、勝手にマイク持ち込んで、はい、歌ってるんですよ、この子。歌ってますね。どこのアイドルかわかりませんけれども。はい。いいんですか？どうなんですかね。うん、勝手にこんなことさしちゃって。ね、この間はお茶碗でご飯を食べてる人もいましたし。あれ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 。これあの方じゃないですか？ギュラエル会家の。これですか、はい、あの方ですね、ええ、うん、これあの方じゃないですか、そう、 目がモザイクで隠れてるみたいな感じになっちゃってますけども、カッカじゃないですか、カッカですね、これね、また間違いなくね、うん、これカッカが前回来た直後ですよ、はい、あの選挙のなんか候補者かなんかにカッカの偽物が現れて、カッカがもうめちゃめちゃ怒ってたっていう、それに関してね、はい、もしかしてそのカッカなんか激怒って書いてたんで、はい、見出しで、はい、もしかしてこのことを激怒したんじゃないかなって思って、これもしかしたら偽物ですか、もしむしろ本人じゃなくてここにも閣下を名乗る誰かが、そうだとしたらこれ、ね、激怒ですね、激怒だなと思って、ユニパックで紙相撲の観客席に偽物がいた、閣下激怒っていうニュースに誰も私が閣下ですとは言ってないんですけどね、うん、というわけで館内も盛り上がっております。さあ幕内後半の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成26年11月12月場所、これより8日目幕の内後半の取り組みであります。銀屏風に千歳ソードマン、西方銀屏風、西前頭9枚目、室蘭市出身室蘭部屋、東方千歳ソードマン、東前頭3枚目、千歳出身千歳部屋、これより幕の内後半の取り組みであります。幕の内後半の取り組みです。引き続き実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ後半戦です。千歳ソードマン3勝4敗、銀屏風4勝3敗です。押し込めるか銀屏風、ソードマンはなんとか自分の形に持っていきたいところです。制限時間いっぱい、よしもやって強引の腕、ぶつかりました。銀屏風が一気に出る、ソードマンが正面で受けてしまっています。内掛けでしょうか、かけていく、銀屏風が出る、横を取ればソードマンですが、横を取れるか、横を取りに行きます。そう、押し返している、押し返している、後ろを取った、後ろを取った、ソードマンが出ていくか、残せない、突き倒し銀屏風です。ただいまの決まり手は突き倒し、突き倒して銀屏風の勝ち、ソードマンが倒れました。いやー、銀屏風の押しを避けたところまでは良かったんですけども、跳ねがありましたかね、跳ねでパシッとされましたねちょっと油断しましたね、今避けた時に後ろを向いてますからね、そこで跳ねが飛んできました。勝ったのは銀屏風5勝3敗勝ち越し、敗れて千歳ソードマンは3勝5敗負け越しとなっています。富士の牛島にパンケーキちゃん、西方富士の牛島、西前頭2枚目、埼玉県出身ほぼピンベーヤ、東方パンケーキちゃん、西前頭5枚目、
神奈川県出身、神奈川ベア。4勝3敗のパンケーキちゃんと3勝4敗の富士の牛島です。富士の牛島3勝4敗、後がありませんが、そこから2連勝です。浴びせていけるか富士の牛島。パンケーキちゃんは距離を取って相撲をしたい。制限時間いっぱい、両親やって今日は殴れ、疲れました。左の喉はパンケーキちゃん抑え込んだ、抑え込んでいける、浴びせた、惜しい、逆転は富士の牛島です。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して富士の牛島の勝ち。テーマソングが流れます。逆転劇が多いですね。右の喉輪で完全に抑え込んでたかと思ったんですけどね、パンケーキちゃんが。そうですね、あのまま押し切るかと思いきや一瞬の隙をついたんですね。勝ったのは富士の牛島、3連勝で4勝4敗に戻しました。千秋楽に勝ち越しをかけます。敗れたパンケーキちゃん4勝4敗となっています。大平川山に高畑不動明王式神残機に。西方大平川山、東前頭8枚目、栃木県出身、春日部部屋。東方高畑不動明王式神残機に、東前頭2枚目、東京都出身、ほぼピン部屋。先ほど、音声の、まあ、私の方での、トラブルがありましたが、未完成さんありがとうございます。声聞こえてますよということで書いてくださいました。ありがとうございます。すいません、私が一人で一人相撲を取っておりました。大変失礼いたしました。さあ土俵上は小兵の2人です。残機にと大平川山、こういう小兵の力士も多くなってきましたね、このところはね。そうですね。残機には2勝5敗、大平川山が4勝3敗です。押し合いでしょうか。制限時間いっぱい、両者もやって今日は殴れ、見つかりました。内掛けは残しました大平川山。残機が内掛けをかけていく、かけていく、内掛け、残機の勝ち。ただいまの決まり手は内掛け、内掛けで高畑不動明王式神残機の勝ち。もう立ち合いから狙ってましたね、今のは。仕掛けてましたね。まあ、大平川山もよく耐えてたんですけどね。高畑不動明王式神残機に勝って3勝5敗、敗れて大平川山4勝4敗となっています。竹里団地関に清水ロケット。西方竹里団地関、西前頭4枚目、埼玉県出身、春日部部屋。東方清水ロケット、東前頭筆頭、清水町出身、清水町部屋。果たしてこの2代目の土俵は最後となるこの場所、制するのは誰なんでしょうか。平成27年1月からはこの2代目土俵に別れを告げて、新しい土俵の上で相撲が行われます。これが新しい土俵です。俵が出来上がってということで、今までとはまた違う戦いになりそうですね。そうですね。観客席には今まだ誰も人がおりませんが、これからきっと多くのお客さんが訪れることでしょう。よりまあ大相撲に近いような取り口っていうのが増えていくのかもしれませんね。そうですね。記念しまして、平成27年1月の6日の火曜日、最初の紙相撲中継の日には、三代目土俵誕生記念といたしまして、幕内力士によるトーナメントを行うことになっています。この記念トーナメントも1日の戦い、どういった結末になるのか、どうぞご期待ください。土俵上です。清水ロケット2勝5敗、竹里団地関1勝6敗、
制限時間いっぱいです。よし、やっていけ。流れ、ぶつかりました。立ち合いは清水ロケットが前に出る。押し込んでいく。中に潜り込みました。ロケットの形です。ロケットが出る。いなすのは竹猿団地だが、出るのはロケット。清水ロケット押し出しです。清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して清水ロケットの勝ち。清水ロケット、今の相撲を見てるとね、どうしてこんなに負けちゃったのという感じもありますけど、まあ純粋に押す力っていうのはあるんですけれども、あの手この手で清水ロケット対策みんな考えてきてるんですね。やっぱり勝ったのは清水ロケット、3勝5敗。敗れて竹里団地関は6連敗になってしまいました。1勝7敗です。勝ったや魚雷イルカ池、魚雷イルカ池、西方魚雷イルカ池、西前頭16枚目、愛知県出身愛知米屋。この後は高尾さん、高尾さん、東方小結び高尾さん、東京都出身春日部米屋。さあ来ましたね、注目の取り組みです。今場所の優勝を占う一番。ただ一人の一敗の力士、新鋭魚雷イルカ池です。解説未坊主さん、はい、今日このまあ土俵上に上がってきた姿いかがですか、魚雷イルカ池。まあやっぱりというかですね、まあ、若い力士にしてはだいぶ落ち着いて、まあ、自分の力を発揮するような感じには見えますね。だいぶ落ち着いてますね。愛知県勢としては初めての幕内力士なんですけれども、はい、まあ、そういったことも感じさせない。そうですね、落ち着き払ってますね。やっぱりそうですね、相撲の内容もいいですもんね、はい、7日目は大激闘の末、清水ロケットに勝ちました、はい、その自信もあるでしょう。あるでしょうね。未完成さん、ありがとうございます。かっこいいですね、新土俵ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。作ってくれたのは番付編成員の田中さんです。あ、間違えましたマスクの田中さん今日は画面がありませんでした。田中さんって紹介するときに田中さんの顔出さないでですよ。もうひでえ番組ですよ、やっぱり土俵ですっていうときに、あのもう使いたいだけ使ってね、田中さんの顔を。でもういざ田中さんですって紹介するときには田中さんの顔出さないっていうね、意味わかんないですさあそんなことはさておいてさあ魚雷イルカ池、一敗を守って千秋楽となるんでしょうか。高尾さんが小結びとしての意地を見せるんでしょうか。押し合いですね、これは。押し合いですね。魚雷イルカ池、あるいは潜り込むということもできればという楽しみもありますが、さあどうか。制限時間いっぱい、よしみやっていきょい、流れ、ぶつかりました。流れ、立ち合い5分、中に入るのは高尾さん、内掛けだ。高尾さんの内掛け、魚雷イルカ池苦しくなった。高尾さん出る、押し込んだな。魚雷イルカ池、魚雷イルカ池の勝ち。高尾さんが土俵を割っています。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して魚雷イルカ池の勝ち。なんとなんと魚雷イルカ池いっぱいを守りました。もう完全に今たもう田中さんって言ってた高尾さんの流れじゃないですか。内掛けでしたけども、いやどうしたんですかね。何かあのうっちゃりからなんか釣り上げられたような感じになりました。一郎ちょっとね、あの自ら動いてしまったような状況になりましたね。逆に横に行こうとしたんですけど、間違って左側行っちゃったんですね。はあ、はあはあ、あのまま押せばよかったのに、横を取りに行ったんですね。横を取りに行っちゃったんですね、間違って。あのまま押せばよかったんですけど、それがその回った方向が土俵際だったという、ね、間違ったんですね。もったいなかったですね。そして徳田原もありませんでした、はい、そこにはちょっと通り越えてしまいましたなんとなんと魚雷イルカ池が7勝目、7勝1敗です。高尾さん敗れて2勝6敗。千秋楽どうなるんでしょうか、未坊主さん。このまま魚雷イルカ池いっちゃうんですかね。誰と戦うでしょうね、千秋楽の相手が誰になるのかということもありますけれども、いやでも立派な相撲ですね。今のは明らかに危ない形でしたからね。そうですね、それを跳ねのけての白星です。大きな1勝7勝目を挙げた魚雷イルカ池です。片や江戸緑、江戸緑、西方小結び江戸緑、東京都出身ほぼピンベア。この後は篠炉の星、篠炉の星、東方
シノロの星東前頭5枚目札幌出身シノロベエア。シノロの星3勝4敗江戸みどりは2勝5敗です。まだなんだか館内がざわついてるそんな感じですけれどもね。そうですね、オブヤンさんありがとうございます。声は出さずともちゃんと見ておりますよ、ニヤニヤって。ありがとうございます。嬉しいですねこういうのね。こういうコメントは我々とても嬉しいんですね。見てますよ。ニヤニヤしてくれてるのいいですね。ことぶきさんからも波乱を起こせ高尾さんというコメント。波乱じゃないんですけどね。勝つことが波乱ではないんですけどね、本来では小結びですからね。ですけどあーっていうなんかもったいないっていうコメントも。いや勝てましたね今の一番はね。ねえ、もったいなかったな。土俵上は制限時間がいっぱいです。鼻を使っていきたい石の場の星と押し相撲の江戸みどりです。制限時間いっぱい両親やって今日のぐらいぶつかりました。のぐらい押し込むの突き倒し江戸みどりです。ただいまの決まり手は突き倒し。突き倒して江戸みどりの勝ち。土地は一気でした。まあ江戸みどりっぽいですよね、こういう元気な相撲っていうのはね。江戸みどり勝って3勝5敗敗れてしのろの星3勝5敗で負け越しとなってしまいました。片や東くん東くん西方東くん西前頭筆頭札幌出身東くん部屋。この後はティコツーミティコツーミ東方関脇ティコツーミ千歳出身ほぼピン部屋。さあ東くんですけれども、はい、7日目の白星で実を言うと行きましたか、大きな記録を達成していました。すいません、私の方でお伝えしておりませんでした。申し訳ありません。幕内通算150勝を達成しています。行きましたか。この後ですので、相撲が終わった後でインタビュールームに呼びたいと思っております、はい、東くんです。もう東くんらしい相撲で ね、7日目も勝ちましたからね、はい。ですのでぜひ皆さんからも、祝福のメッセージなどあるいは質問なども含めて、はい、皆さんがインタビュアーとしても、ね、ぜひコメントをお寄せいただければと思います。お気軽にお寄せください。さあティコツーミ5勝2敗です。大事な一番ですね。そうですね、せっかく横綱大関を倒してきましたからねここまで、はい、残り2日勝っていくことで大関が見えます。ティコツーミです。東くんは4勝3敗です。あと一つ取れば勝ち越しということになって三役復帰も見えてきます。潜り込むか東君、一気に出るかティコツーミ。過去は2対2です。制限時間いっぱい両親やって今日のぐらいぶつかりました。中に入るのぐらい東君です。のぐらい東君が体を左の回し取りました。東君東君の形ティコツーミが苦しくなる。出し投げは東君、東君の出し投げ下手出し投げ今度は寄る。東くんが寄る。東くん寄る。寄り切り。東くんの勝ち。東くん勝ち越し。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って東くんの勝ち。ティコツーミは大関が遠のきます。いやーなんか東くん調子いいっすねここに来て。左の回しこっちでしたね。来た。こんだけね体格差があっても。微動だにせず行きましたね。そうですね、この後インタビュールームで、はい、これはもう勝ち越しインタビューと記念インタビュー、うん、そうですね、ぜひこれでいろいろお話を伺うことにいたしましょう。東くんが勝って勝ち越し、ティコツーミ敗れて5勝3敗痛い痛い3敗目となってしまいました。片や湘南の風、湘南の風西方関脇湘南の風神奈川県出身神奈川部屋。この後与市山、与市山東方与市山西前頭3枚目与市町出身大久海部屋。ティコツーミは先ほど敗れてこれで優勝戦線からも脱落ということになってしまいました。
さあインタビュールームですね。放送席、放送席。幕の内通算150勝、そして勝ち越しインタビューでもあります東君関です。まずは150勝おめでとうございます。当然です。いや、東君らしい相撲が今場所も出てますね。私らしいってどういうらしいですか。距離を取っての相撲は見事です。皆さんがもう一番知ってると思いますけれどもね。そうですね。インタビューの質問も届いております。ありがとうございます。エクシェンさんありがとうございます。こんにちは海坊主さん体調どうですか。ありがとうございます。このタイミングですか。まあ、エクスチェンジさんもそうですし、読んだ大輔さんもそうですし、二人に言いたい僕は、このタイミングですか。東くんじゃないんですね。このタイミングで僕は今答えるですね。ありがとうございます。胃腸炎でちょっとね、先週お休みさせていただきましてですね。まあ、今ちょっとまだ食べ物は控えてるんですけども、まあ、だいぶね、体調も復活しました。ありがとうございます。そしてすいませんでした、先週はね。よろしいでしょうか。東くん関からはどうですか。そうですね、だいぶいいらしいですよ。焼きミニマさんありがとうございます。東くん150勝さすがです。やっぱり鳥が最強ですよね。どうですか。そうですね、銀屏風さんもね鳥ですからね。鳥一緒に頑張りましょうね。レジェンド150勝というコメントも届いてますよ。ありがとうございます。次は200目指して頑張りたいと思いますよ。200目指してということになりますけれども、今場所勝ち越しましたし、どうですか、あの三役復帰っていうのも見えましたけれども。まあそこよりもね、僕はもう200しか見えてません。そうですか。息の長い力士で頑張っていきますね。来場所は34歳になりますが、もう年齢はじゃあ関係ないですね。関係ないですね。これからも期待しております。ありがとうございます。頑張ってください。海坊さんはまあそこそこ体調いいらしいですよ。ことぶきさんから届いておりました。ありがとうございます。東君関なんかいろいろ頑張ってください。放送席だぞ。どうでもいいのか。東君関、幕内通算150勝を達成しています。もうね、全長未踏の鳥ねえ、記録ですからね。全人も全長も未踏の記録ですからね。なんといってもね、これ200っていうことになればまた夢が広がりますね。はい、足の状態を聞くの忘れましたけれどもね。だって一番最初にね、全力士の中で一番最初に調子悪くなってるはずですから、足がね。はい、うん、そうですね。こんだけ長く続くとはね。そうですね、今日の相撲も立派でしたしね。はい、さあ土俵上です。与一山5勝2敗、2敗を守れるか。湘南の風もそうです。連覇へ向けて大事な一番、両者です。押し込めるか、湘南の風浴びせていくか。与一山制限時間いっぱい、両者見合って今日は脱ぐで、ぶつかりました。立ち合いは湘南の風、一気に出る、一気に出る、押し込む、出る、湘南の風の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って湘南の風の勝ち。相手をもう棒立ちにさせて寄り切っていきました。もう盤石ですね、この押しはね。湘南の風勝って6勝2敗としています。敗れて与一山が5勝3敗と後退。湘南の風が2敗を守ったというのは、これは一つ、そうですね、大きなことですね。はい、片や霧ダンサー、霧ダンサー、西方横綱霧ダンサー、埼玉県出身ほぼピンベア、この後白石島、白石島、東方横綱白石島、岡山県出身春日部ベア、シャリシャリシャジマイシャジマイシャリシャリシャジマイシャジマイ。そして静かに今日は土俵に上がったキリダンサー、4勝3敗です。今日負けるとキリダンサーは休場ということになります。千秋楽土俵に上がれません。白石島2敗です。横綱として優勝戦線千秋楽まで残らなくてはなりません。霧ダンサーはすでに3敗、優勝戦線からは脱落しています。
さあ、過去の対戦が6対2です。白石島が大きくリードしています。この1年でも4対2。3月場所5月場所はキリダンサーが勝ったんですけれども、ここ2場所もまた白石島ということになっています。一時克服したかに見えたんですけどね。危ないですね、キリダンサーね。状態ということを見てもやはり厳しいですかね、この一番も。ちょっとやっぱり浴びせの軽さはまだ元に戻ってないですね。今日負ける、大丈夫ですか今日負けるとまた三横綱が千秋楽まで揃わないということになっちゃうんですけれども、ね、このあたりはどうですかね。いやまあよく切り出したらここまで横綱続いたなと思うんですけれども、ここまで来たらやっぱりまだまだ続けてほしいという欲が出ますよね。そうですね。さあ結び前、白石島が2敗を守るのか、キリダンサーが意地を見せるのか。結び前です。制限時間いっぱい、両者目やっていきょい、ぶつかりました。立ち合いは五分、押し込むのは白石島です。白石島が出る、引きつけていくのはキリダンサー、打っちゃっていった、キリダンサーが打っちゃっていった、土俵際です。寄っていくのは今度はキリダンサー、キリダンサーが寄る、キリダンサーが寄る、土俵際、寄る、寄る、寄り切り、キリダンサーが意地を見せました。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってキリダンサーの勝ち。これでキリダンサーも千秋楽土俵に上がります。本当に意地ですよね、意地の押し合い、珍しいですね、キリダンサーがこう押し合いにね応じるのは。白石島が今日はどうしましたかね、回しも取れませんでしたね、がっちり押し負けましたね。結局左の回しが入ってなかったんですね。キリダンサーがもう押し合いに応じたのでちょっと回しが取れなかったんですね。ですので、あの相手の、まあ、はず押しのような感じ で、 そうです、ね、持っていったキリダンサーでありました。最後は寄り切ってキリダンサー勝って5勝3敗8日目で勝ち越しを決めました。敗れた白石島5勝3敗優勝戦線脱落。未亡さん、はい、これ横綱が危ないですね。千秋楽に優勝戦線で残れなくなってしまいましたね。厳しいですね。あとは清水館だけですね、はい、さあこの後結びです。にし後楽園、後楽東清水館、清水館。西方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋。東方横綱清水館、清水町出身清水町部屋。呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。平成26年納めの本場所8日目の結び、2敗同士の一番です。もう横綱は3人いるうち優勝の可能性があるのは土俵上の清水館ただ一人であります。波乱の場所となりました。解説の海坊主さん、はい、こういう展開になるとはどうですか。まあ、ある意味新入幕の力士が優勝してほしいなっていうのはちらちらとは言ってたものの、はい、まあ、やっぱりちょっと横綱がねここまで苦戦するっていう姿あまり見たくなかったなっていうのは本音ですね。そして横綱大関戦の結びですけれども、後、はい、楽園も初日からの勢いを見ていると、まさかがこれほど失速するとは。そうですね、ちょっと予想しませんでしたね。やっぱり波乱の場所だと
まあ、申しておりましたけれども、はい、まあ、ただその後楽園あたりのこのね、あの最初の調子の良さ見てると、あ、やっぱり後楽園が持っていくのかなと思ってたんですけども、はい、やっぱ失速しましたね。さあ、どちらが千秋楽まで優勝争いに残れるかという一番になりました。過去の対戦はご覧の状況です。5対5、そして過去1年で見ても3対3です、はい、どちらが勝つかという、どちらの押しが、まあ立ち合いでしょうね。立ち合いどちらの、まあ、押し合い頭なんですけどもね、頭のぶつけ合いでどちらがいいポジションを取るかという一番になりそうですね。では前回先場所の対戦ですね、こちらをご覧いただくことにいたしましょう。どうぞ。制限時間いっぱい、両者やって強引のぶつかった、立ち合い込む、横を取れるか、取った、よし、送り倒し、後楽園がいっぱい守りました。清水館4敗です。結局これで清水館は休場となってしまったという、そういう一番ですよね。そうですね。その先場所の雪辱というのもあるでしょうね。ありますね。5対5です。まあ横を取る、あるいは後ろを取れば後楽園ですし、清水館はもう立ち合い一気に、そうですね、打ち掛けで決めていければ清水館でしょうしという、はい、まあ、分かりやすいんですよね、この2人の対戦は ね、 はい、今日はどうですかね、この2日間3日間ほどの相撲を見ていてもどうでしょうかね。いやー、どちらもね、なんて言うんでしょう、立ち合いの段階で力強くいけるかどうかっていうのは心配なんですよ、ね、そこまで、まあ、清水館もある程度は頑張ってはいますけれども、ちょっとね、油断すると後、まあ、楽園に持ってかれちゃいますからね。そうですよね。さあ、8日目の結びの一番です。優勝戦線に残るのは清水館か後楽園か。制限時間いっぱいであります。両者やって強引のぶつかりました、立ち合い5分だ、押し合いだ、押し合いだ、横を取った、横を取った、後楽園チャンスを繰り倒し、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は送り倒し、送り倒して後楽園の勝ち。やはり立ち合いでした。送ったそうですね、立ち合い、やはり清水館にいつもの速さがありませんでした。なんかね、やっぱりね、力強さどっちもなんか出ないんじゃないかなと思ったんですよ。やっぱりこういう相撲になったんですよ。結果、後楽園が、まあ、右からいなして、そして後ろを取ってという後楽園の勝ちパターン。これで横綱が今場所の優勝することはありません。全員3敗です。敗れて清水館5勝3敗、後楽園勝って6勝2敗。解説三坊さん、はい、2代目この土俵、はい、最後の場所、横綱が優勝できないということになりました。いやー、なんかね、波乱の場所になるだろうなとは思いつつも、はい、まあ、ただ行雷イルカイケがここまで来るとは確かに思ってなかったのでね、はい、どうなんでしょうね、これね。あとこれ年間最多勝なんですけど、はい、これも意外な展開になったんですよ。32勝で先場所終わって並んでた3人、白石島、清水館、後楽園、はい、現時点後楽園が一歩リードです。おー、そんな状況になりましたね。横綱じゃないんだという。後楽園ね、あの実力はあるんですけど、タイミングよく勝てないから未だにね、はい、まあ、大関に甘んじてますけれども、だから総合力で言ったらやっぱり後楽園も負けてないですからね。そうですね、さあ弓取り式です。皆さんぜひよいしょの掛け声をお願いいたします。弓取り式は魚雷イルカ池であります。2日連続ですね。そうですね。では皆さん、タイムライン上で一緒によいしょの掛け声をお願いします。いきますよ、せーの、よいしょ、よいしょ。いやー、ちょっとでも特に今場所の関脇大関の顔ぶれを見ていくと、
今のこの現状の優勝争いっていうのは、はい、あまり私自身は予想してなかったんですけれども、はい、まあ、ウェボさんが盛んにはらんだはらんだと言ってはいましたけども、ね、本当にここまで荒れるとはね、はい、あの千秋楽には結局横綱は優勝に絡んでいるんだろうなと思っていたんですけど、はい、いやーこれはミボーズさんのおっしゃる通りになってますよ。割れるかなと思ってたんですけどもね、まあ、ただそのなんて言うんでしょうね、まあ、確かにもうちょっと最終的に横綱のとこももうちょっと絡んでてほしいなとは思いましたけれども、はい、ちょっとねやっぱり元気がないなというか、まあ残念ではありますよねやっぱりね。まあくしくも三横綱が千秋楽揃う踏みなんですけどギリギリですよ。誰も優勝に絡んでないということになりました。それだってギリギリですからね。ギリギリダンサーが頑張って勝ちましたけれども、はい、余裕で3人が揃ってるっていう状況じゃなかったですから、はい、星を分け合ってしまいました。そうそう、ね、えちょっと全員5勝3敗なかなか厳しい状況ですね。優勝戦線ご覧のようになっております。魚雷イルカ池がいっぱい、ただ1人2敗で追いかける中に横綱はいません。はい、大関後楽園、関脇の湘南の風、平幕野田 R2D2 とカスカビアンです。そういう状況なんですが、魚雷イルカ池の千秋楽の相手は誰なのかという、そうですね、ことに魚雷イルカ池どうか強い力士当ててくださいよ。まあね、千秋楽こうなれば関脇以上でしょうから、はい、関脇で2敗の力士という可能性が出てきますね。そうですね、となれば1人しかいないんですけど、もうそうです、直接対決してください。あるいはということはもちろんねあるんですよ。私が決めるわけじゃないんでこれはね、はい、どうなるんでしょうか。どうぞご期待いただければと思います。2代目土俵の最後の1日、どんなドラマを用意してくれているんでしょうか。このあたりで失礼いたします。実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。平成26年納めの一日でお会いしましょう。失礼します。性別世代言葉なんて違ってもつながれるよ、大切なのはお互いを思い続けること。